はいどうもこんにちは、スクーター散策日記です。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今日はですね、本来ならば早朝からフッキャンさんと2人で滋賀県の竜王町にある三井アウトレットパーク、そこで二輪館のイベントがやってたんでそこに行こうと思ってたんですけど、ちょっとね前日から鼻の調子が悪くなりまして、左の鼻からなんかちょっと黄色がかった鼻水みたいなのがずっと出続けてて、でもう泣く泣く今日はアウトレットパーク二輪館のイベント行くのを諦めてちょっと耳鼻科行ってきたんですけど、もう診察受けてもう速攻急性副鼻腔炎っていう診断出ましたね。ああいうクリニックとか行っていつも思うのが、待合室で1時間待たされて診察は 2,3 分で終わるっていう、そしてまた支払いで10分ぐらい待たされる、あの待ち時間をどうにかできないもんなんですかね。いつも思いますね。あんなお医者さんぐらい賢い人たちがいっぱいいてるんだったら、なんかそういう解決策も考えてみてもいいと思うんやけどね。で最近ちょっと聞かなくなったんですけど、デジタルタトゥーっていう言葉覚えてますかね。多分10年ぐらい前からちょっといろいろ言われ始めてるんですけど、最近ちょっとそういう言葉聞かなくなりましたけど、結構今あったら YouTube、TikTok、X、まあいろんな媒体でこういう俺らみたいな一般人がこう気軽に写真や動画を送れる時代になってきてるんですけど、なんかこう動画が溢れてるからこそ、そのデジタルタトゥーっていう言葉を思い出して、もっと気を引き締めて撮影に挑まないといけないなって最近常々思ってますね。そのデジタルタトゥーっていう言葉、知らない人にざっくり説明すると、インターネットという媒体に写真や動画をアップした瞬間から、もうその写真や動画って一生消せないんですよね。例えばその動画主がその動画を削除したとしても、その削除前に世界中の誰か一人でもその動画を保存していると、もう無限に拡散される可能性があるわけですね。そうなってしまうと、もうはっきり言って未来永劫ずっとその映像が残ってしまうわけですよ。何年か前にツイッターの中でバイトのコーラがなんかこうバイト先でバカなことをやって、それを投稿して炎上するっていう、そういうバカったとか結構あったと思うんですけど、ああいうのはもう名前と映像が一致してしまうと終わりですね。そのバイトの子が、就職するとするじゃないですか。その時にの会社の上司の人がその人の名前をインターネットで検索すると、もう漏れなくそのバカッターのバカをやった映像がついてくるわけですね。でその人がもし結婚しようってことになって、相手の両親の方に挨拶に行った時に、相手の両親がインターネットでその人の名前を検索すると、そのバカやってた動画が出てくるわけですよ。仮にその人が、おじいちゃんになろうが亡くなった後であろうが、インターネットが存在する限りはもう一生残り続けるわけですね。だからみんな YouTube とか TikTok、X、気軽に動画投稿とかしてると思うんですけど、ほんまに気をつけて、個人情報バレないように慎重に進めていかないと多分大変なことになるなって最近ちょっと思いますね。動画を始めるスタートする場所はなるべく自宅から離して、撮影するようにはしてるんですよ。その自宅がバレると何が危ないかっていうと、こんな T-MAX なんか別に盗難の対象にはならないと思うんですけど、ドゥカティとかハーレーとか BMW とか、ああいう高級会社に乗ってる人は要注意ですね。
その自宅がバレてしまうと、もう泥棒にとっては宝のありかを動画で教えてくれてるのと同じじゃないですか、ね、でまた空き巣に入るリスクもあるし、最近ちょっとネットのニュースでちらっと見たのが、テレビ番組でポツンと一軒家っていう番組あるじゃないですか。あれって要はその住んでる人の生活なんかも結構赤裸々に語られるシーンとかがあるみたいなんですけど、ああいう番組を放送しちゃうと、まずポツンと一軒家だから、そこに空き巣に押し入って万が一バレた、叫ばれたとしても、ポツンと一軒家からまずその悲鳴は届かないですよね。で、番組内でその人の生活を赤裸々に語ってるもんだから、行動パターンも把握しやすいし、だから最近そういうポツンと一軒家は結構批判されてるみたい。バイク女子とか結構増えてきてるじゃないですか。やっぱりね、女性の顔出しは危ないと思うな。男性 YouTuber をとことん調べてやろうなんて思う人はあんまりいないと思うんですけど、まあ、女性の場合はね大都市に住んでる人はともかく、結構小さなコミュニティに暮らしてる地方在住の女性 YouTuber とかなんか、その気になればもうすぐに身元割れてしまいますからね。そうなってくると、まあ、あのこの間の新宿の、ね、ホステスさんの惨殺事件みたいな、ああいうストーカーに発展するかもしれないし、まあ、やっぱりね、個人情報を出すのは危ないですよね。あー、びっくりした。さっき鍋谷トンネルの一個前のトンネルで普通に走ってたら、急に対向車がセンターラインまたぎながら急停車しましたね。なんか車のトラブルかなんかかな、まあ、その映像をちょっと撮れてなかったんで、ドラレコの映像は多分撮れてると思うんで、まあこんな感じなんですけど、すごいステンレス鏡面の鳥居や。だけど溶接汚いな。これは下手やな。心拍下りそう。溶接汚いわ。よっしゃ、はい、先ほどの鏡面の鳥居のあるところは串垣の里道の駅の近くです。トンネル越えてすぐ左のとこやね。まあ、興味がある方は一度見てみてはいかがでしょうか。溶接は汚い。当チャンネルではバイクに関する情報を発信しております。高評価、コメントいただけると嬉しいです。